コンコーネ5番の歌い方のヒントをお話しします。私はこの曲は名曲中の名曲だと思います。5番という初期段階の曲にして非常に豊かでエレガントな作品だと思います。ヘ長調で始まるんですけれども、これが3連符の緩やかな伴奏に乗って歌われながら、調整を微妙に変化させていったりとか、和声が美しく中で音が伸びている間に変わっていったりするところがすごく魅力ですよね。この楽譜を見ると、ソのところにクレッシェンド、デミニエンドが書いてあります。これは音のニュアンスだと思ってください。特にすごく大きくてすごくちっちゃくするっていうふうに考えないで、ふわーっと伸びやかに音が伸ばされている感じ。次もそうですね。ファーソー。次はオクターブの跳躍に向かってクレッシェンドがある。これは息の準備も含めてそう思ってください。7小節目のファラーとする、シンコペーションのリズムのところ、ここはブレスを2拍目の前で取るんですけれども、そのシンコペーションが先入りたい気持ち、いそいそした気持ちを、持って入れるといいかと思うので、ブレス慌てる必要はないんですけど、ファを短めにしてファラー、その音に向かっていく気持ちを持って歌ってください。次のところ、和音の変化が美しいところです。和音というか、まあ、調、あの、調の変化ですね。緩やかに下がってくる。何もこの辺書いてないですけど、ずっとスラが書いてあるつもりで。私は今一息で歌ってしまいましたが、もちろん楽譜に書いてあるブレスの位置を利用して途中でカンニングブレスをしてくださいね。そう、ものすごく綺麗ですよね。おしまいに高い音にオクターブさっと上がるので、ここは息のコントロールがすごく重要になります。上に上がる時に息を細めて静かに上がってください。次も和音の変化が非常に美しいです。そう、入るところテヌートが書いてあります。非常に時間を使いながらたっぷりとその調の変化していく感じ、また元にあ元のヘ長調に戻ってくるのを楽しむ感じで、スーのアフタクトに入るといいかな。スーラレンタンドがありますので、緩やかな感じで終わってください。